ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、ドイツの哲学者である。ヨハン・ゴットリー・プ・フィヒテ、フリードリヒ・シェリングと並んで、ドイツ関連論を代表する、思想家である。18世紀後半から19世紀初頭の時代を生き、両方分立の状態から、ナポレオンの侵攻を受けて、ドイツ統一へと向かい始める転換期を歩んだ。シュトゥットガルトのヘーゲルハウスにある、 ポートレートゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、1770年8月27日、新生ローマ帝国の両方国家、ビュルテンベルク王国の首都シュトットガルトで、プロテスタント家庭の管理の息子に生まれる。13歳で、教育熱心な母を亡くしたものの、勉学への熱意を高めていった。1788年、シュービンゲン大学に入学。寮生活をしながら、 神学や哲学を学び、ヘルダーリン、シェリングと親密な交友関係を築いていった。在学中にはギリシア文化に加えてカント哲学を学び、啓蒙主義と1789年のフランス革命の勃発に触発を受けて、さらに工学の意欲を高め、キリスト教師に関する研究を行った。卒業後はすぐには教職に就けなかったため、 1793年から1800年まで、スイスのシュトベルンで、ついでフランクフルトで、家庭教師をしてながら、政治研究に先進する。恐怖政治期のフランスや、都市有力者の加藤支配にあったスイス、両方分立のドイツに批判的な立場を強めていった。1801年、シェーリングが、大学教授を務めていたイエナ大学の志向師となり、 シェリングと共同研究を行って、カントとフィヒテを批判する論文を執筆していたが、次第に、独自の立場を形成して1807年に、精神現象学を刊行、シェリングを厳しく批判した。シェリングとの友情はこれ以降途絶える。折しも、イエナ海戦で、プロイセン王国がナポレオンに敗北したために、イエナ大学は閉鎖され、職を失うこととなった。ヘーゲルは、 フランス軍によるイエナ占領の中更新中のナポレオンを目撃、ナポレオンを馬上の世界精神と表している。1808年から1816年、ヘーゲルは生活を守るため、友人のニートハンマーの圧戦で、バンベルクで新聞社の編集者になり、ついでニュルンベルクで中東教育機関ギムマジウムの校長となった。ヘーゲルは教科書編纂を目的に、 体系哲学の書、大論理学、エンチクロペディを執筆した。1811年、ヘーゲルは、都市貴族の娘と結婚、幸福な家庭生活を享受して、二人の男子を儲けている。1816年、ヘーゲルは念願のハイデルベルク大学での、聖教授職を手に入れ、名実ともに学問的評価を確立していく。2年後の1818 18年、ヘーゲルは、 フィヒテの公認として、ベルリン大学の教授に招かれた。1821年、後期の代表作、法の哲学を発表した。また、数々の講義を担当し、教団に立って、多くの学生の心を捉えて、ヘーゲル学派を形成した。ヘーゲルは、プロイセン改革の積極性を支持したことにより、プロイセン政府の交換を手にし、 急進的なブルシェンシャフト運動を抑止する目的で、1829年大学総長に選出された。しかし、ヘーゲルは、当時猛威を振るっていたこれらに倒れ、1831年11月14日に、急世。ヘーゲルは、古典に通じた経験で、現実的かつ理想的な哲学を展開し、同時代のみならず、後世にも大きな影響を与えた。 主な著作は、精神現象学、論理学、エンチクローペディ、法哲学、洋行などがある。なお、歴史哲学、美学、宗教哲学などは、ヘーゲル没後、弟子たちにより彼の講義ノートと聴講生のノート等、中心に編纂されたものである。1789年時点の神聖ローマ帝国。南西部の黄色部分が、ベルテンベルク広告。 中小の両方が分立している。シュトゥットガルトのヘーゲルの成果、現在は、ヘーゲル博物館となっている、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは1770年8月27日、神聖ローマ帝国南西部に位置するシュバーベン地方、ビュルテンベルク公国のシュトゥットガルトの、エーバーハルト・シュトラーセ53番地に今日構える、中流家庭に生まれる。父親は、 ビュルテンベルク政府の公務員だった、ゲオルグルートビヒ・ヘーゲル。母は、マリア・マグダレーナ・ルイーザ・ヘーゲル。なお、18世紀後期のドイツ社会は、シュトルムーンとドラングの時代にあたり、文豪ゲーテが活躍し、同時代人に作家にして、哲学者のシラーやフィヒテといった人物が活躍を見せた。また、前年に、コルシカではナポレオンが誕生し、同年生まれには、著名人に、 音楽家、ベートーベン、詩人のフリードリヒ・ヘルダーリンがいる。後年の生まれでは、哲学者のフリードリヒ・シェリングが生まれている。ヘーゲル家は16世紀に、オーストリア領内のスタイルマルク地方や、ケルンテン地方から逃れたプロテスタント迫害を逃れた移民に、ルーツがある。祖先は、ヨハネス・ヘーゲルという鈴木の鋳造者だと言われ、一族には、牧師や製造業者、 死の初期など公務員に従事する者がいた。父、ゲオールグルートビヒは修税局初期としてカール・オイ・ゲンに仕えていた。母マリア・マグダレーナは民会の役員を務めるフロム家の出身で、信仰厚く、教養豊かな女性であった。ヘーゲルは三人兄弟の長子で、弟はナポレオン戦争に従軍しロシア遠征中に戦死している。 妹のクリスティアーネとはとりわけ親密で修正格別の強い絆を持っていた。ヘーゲルは貧しくも富裕でもない中産階級のプロテスタント的で堅実な家庭環境で幼少期を過ごすことになった。進歩的な教育者であった母の影響も手伝って子供時代は学問の環境に恵まれ、5歳でラテン語学校に入り文学、新聞、 哲学などの書物を読み漁った。だが、幼少期は病気がちで天然痘で死に瀕したことがある。この時期、世界は大きな時代の変化を経験していた。1772年、第1回ポーランド分割が起こり、新大陸では1776年、アメリカ合衆国が独立を宣言した。また、フランスの思想家。 ジャンジャック・ルソーが1778年に没し、1786年には、プロイセン王国の名君、フリードリヒ大王が要さる。一方で、カントが、イギリス系権論と、大陸法理論とを統一、総合して、純粋理性批判を執筆した。カントは、人間理性の活動とその範囲を明示し、近代科学の時代の扉を開いた。紀元前497。 6年頃406、5年に活躍したギリシア詩人、ソポクレース母と恩師、そして別れヘーゲルは7歳から18歳までの教育課程としてギムナジウムに進学した。ギムナジウムではレフラー先生をとりわけ尊敬していた。ヘーゲルは8歳の頃先生からの教授を受けたが、10から13歳にかけて新約聖書やキケロを教わり、 ヘブライ語を学ぶなど訓導を受けた。レフラー先生から8歳の時、シェイクスピア全集をもらい読むなど大変な読書家で、感想なども多数書き残す。1783年9月20日、ヘーゲルが13歳の頃、母マリア・マグダレーナが42歳にして、よう去る。ヘーゲルは母への愛を晩年期まで思い慕うものであり、 ヘーゲルが修正形作ったプロテスタントとしての堅実な人間性や考え方を母との暮らしの経験と記憶から受け継いだ。さらに、1785年7月5日には、生徒のために身を捧げ、学問の価値を教えた尊敬するレフラー先生を失ってしまう。ヘーゲルに多くの資質を与えた人々がいなくなった。しかし、 ヘーゲルの勉学に望む意欲は沈まなかった。ヘーゲルは15歳頃から歴史や法律、道徳などを広く学び、読んだ本や学んだことをこと細かく要約し、抜粋し、自分の考え方や意見、反省点を日記としてノートにまとめ始めた。早くから大学での研究にかなう学問的態度を身につけていた。 修辞学に関しても言葉の歴史的由来や用法を考察し適切な引用を行う非凡な才覚を持ったヘーゲルであるが同時に話し下手であった。また運動は不得意でギムナジウム時代は文学に関してもゲーテやシラーは読まず平凡な恋愛小説を夢中になって読んでいたようである。ギリシア悲劇ギムナジウムでは ギリシアローマの古典を授業の中心に据えるのが普通であり、諸学の中でヘーゲルの心を捉えたもので最たるものはギリシア悲劇である。ソポクレースのオイディプース王、コローノスのオイディプース、アンティゴネーが好きで翻訳などに取り組んだ。ヘーゲルは生涯、人の世の苦悩と葛藤を描いた悲壮な悲劇の世界を愛し続けた。ギリシア悲劇は、 ヘーゲルの内面にあって、楽天的な合理主義を知りけ、人間と人間の衝突、種族と種族の対立に着目し、世界における、避けがたい矛盾と分裂、そして闘争を主題として考察する、基本的な学問路線を形成するものとなった。歴史への関心ヘーゲルは、古典だけではなく、歴史の教養においても優れていた。戦士を記した、トゥキディレスや、 ローマ人聖水原因論を記した近代のモンテスキューを読んだ。1785年レフラー先生が亡くなる直前にあたる6月末には、シュレックの普遍的世界史における歴史記術の方法から歴史上の事件や人物の活躍が各国民や民族の特性や習俗にいかなる影響をもたらし、いかなる憲法や体制の樹立につながったのかを研究する。 重要性を意識する必要があることを悟る。このような歴史の哲学的な意味を求めようとする姿勢は、カント以来のドイツでの学問的状況と符合するものであった。ヘーゲルの歴史意識は、晩年に至るまで成長を続けて、年とともに完成されていく。ヘーゲルにおいての歴史は、過去の人物や事件の意義を考察し、歴史の停留に流れる。 法則性を考察する歴史哲学へと高められていく。1788年、ヘーゲルは18歳でギムナジウムを卒業し、シュトゥットガルトを去ることになるイマニエル・カント・カント哲学の完成1780年代は世界史上の激動期であった。1788年、カントが実践理性批判を交換。 理性に基づく道徳の確立とその体系を明示し、意志の自由と人格の尊厳を主軸とした道徳理論を定立した。また、1790年には判断力批判を交換、美と生物の合目的性を論じた。カント哲学が完成を見せ、時代はドイツの近代的死の成熟期へと向かっていた。ヘーゲルは、 カント哲学に強い影響を受け、青年時代はカント哲学を実践的かつ社会的な方法で完成させようと試みていく。実践の試みよりもむしろその問題点の解決が重要であると認めたのは1800年になってからのことである。当初はカント哲学とキリスト教の両立問題に関心を集中させていた。 ヘルダーリンとシェリングヘルダーリンシェリング・シュトゥットガルトを離れたヘーゲルは大学に進学し小さな学園都市であったチュービンゲンに移ることになる父親の勧めで牧師になるためにドイツ南西部ビュルテンベルク地方におけるルター派正統主義の代表的学府であったチュービンゲン大学で進学教育を受けることになる最初の2年は哲学を履修し 教師になるための資格であるマギステルを取得。残りの2年は、進学の過程を履修して、牧師法の資格を取得している。だが、牧師にはならなかった。ヘーゲルは、進学の学びを通じて、キリスト教に対する批判的見地から宗教に対する関心を深めていった。進学院での生活は、規律正しい一方で、厳しい監督のもとに思うしい修道生活が、 奨励されていた。ヘーゲルは、こうした暮らしの中で、詩人、ヘルダーリンや、哲学者シェリングと交友を結ぶ。三人とも規則に縛られた、神学校の環境を好まない点で、意気投合し、互いの思想に影響し合った。ヘルダーリンは、ヘーゲルと、同様ギリシア古典に精通し、古代ギリシアを彩る、市民的自由の気風に、強烈な憧れの情を抱いていた。 また、シェリングは5歳年下でありながら、ヘーゲルの2期下で、首席入学を果たした、早熟の天才であった。シェリングは、ヘブライ語が堪能で、世界を、総合的に捉えて、その中心点を明らかにする、優れた頭脳の持ち主であった。ヘーゲルは彼らと、ギリシャ語、ラテン語、博物学などを学び、天文学、物理学などを好み、 古代ギリシアの死の世界を愛するヘルダーリンと大胆な直感で世界を語る天才シェーリングと共にその知見を広げた。この頃のヘーゲルは快活で誠実な青年であったが話下手で鈍重なところがあったため友人からは老人とあだなされていた。とはいえヘーゲルも人間である。進学教授の霊嬢アウグステという美しい娘に 心を奪われたり、友人と飲み交わすのが好きで、授業はヘーゲルの考え方に合わず退屈なばかりであったが、恋や酒を楽しむ幸せな学生生活を満喫していた。友人たちとの豊かな交友の時を過ごしていた仲間たちの中で共通する哲学的思考体系が育まれた。それが一にして善という言葉である。 この言葉は古代ギリシアのエレア派の哲学者クセノファネスの思想に由来する。万能の神は自分のうちに全ての要素を備えており、神は同時に宇宙であり、宇宙は同時に神であり、生成消滅しない普遍のものであるという半神論の考えである。こうしたギリシア的精神の中に描かれた世界を構成する特殊なこと世界を貫く普遍の 全との調和的な結合の中に世界は織りなされているという感想がこの三人の心を捉えていた。特殊な個性と普遍の世界との関係から物事を捉える方法論的全体論の下地となり、こうした貴重なことにヘーゲル哲学の原点が形成されたのである。ヘーゲルとフランス革命隣国フランスでは1789年フランス革命が勃発した。 バスティーユ襲撃ン・ピエール・ルイス・ローラン・エル絶対主義の両方国家であったベルテンベルクの地にも革命の知らせが届き、内面の自由と外界の権力の二重生活を強いられていたベルテンベルクの人々の心にこだました。窮屈な新学院生活を強いられた若者は、歓喜して政治クラブを結成し、革命演説を行い、 自由を高らかに商用して、ラ・マルセーーズを合唱した。毎日新聞を奪い合って読み、記事に関して討議して語り合った。1790年、フランスで、封建的特権の廃止を要求する農民が、領主の土地に、革命のシンボルとして、自由の木を植えたのを知った若者たちは感動のあまり、熱狂し、フランスの霊に倣うべく、 中便原近郊の野山に出かけて、そこに自由の木を植えて、周囲を踊り明かした。その若者の中には、ヘルダーリンやシェーリングに加えて、ヘーゲルの姿もあった。ヘーゲルは、フランス革命を支持する政治クラブの熱烈な弁士の一人で、革命に関する新聞を密かに集めて、革命思想を説いたクラブの中心的メンバーであった。パリ民衆のバスティーユ襲撃により、 フランス革命が始まった1789年7月14日は、ヘーゲルの生涯にわたる記念日であり続けた。この頃のヘーゲルは、ジャンジャック・ルソーに浸水しており、彼のサイン帳には、自由万歳、ジャンジャック万歳、理性ある自由を、暴君にこうして、などの威性の良い言葉が書き付けられている。しかし、 フランス革命は9月虐殺に見られるような民衆の暴力を解放し、粛清の嵐が吹き荒れる恐怖政治へと向かっていく。やがて、ヘーゲルの革命への情熱は、その後10年近くの時間をかけてではあるが次第に、革命や共和制、そして民主主義に対する会議へと変わっていく。この出来事は、自由を愛する一方で秩序を重視するヘーゲルの、 思想の幹になっていく。ヘーゲルの宗教論中便現代学時代のヘーゲルは、啓蒙主義に影響を受け、フランス革命に希望を抱き、キリスト教に対して強い反感を抱いていた。しかし、キリスト教に反感を抱いていたとしても、進学院の学生の身である以上、自分の考え方の裏付けを、キリスト教の研究から導き出さなくてはならなくなる。 ヘーゲルは保守派の進学教授主と俺の授業を履修しながら、キリスト教と時代の確執という自分のテーマを模索し、開拓しようとした。最初に取り組んだ問題は、カント哲学との関係から、重要なテーマとなったキリスト教と理性の関係について問うものであった。この時のテーマは、マギステル資格試験として、霊魂の不滅から分離された人間的義務の限界に、 ついてという論文に関する討議試験の題材として提起された課題だったのだが、ヘーゲルはこの時の資格試験を通じて、キリスト教を伝統的な教条宗教から理性宗教にすることが可能かどうかを考察していく。また、これを契機に、ヘーゲルの関心は、次第に母国ベルテンベルクやドイツ民族とキリスト教の関係、そして、 キリスト教の社会的役割といった問題を考察する方向へと進展する。走行のまま終わり完成までに至らなかったが、宗教と政治に関する問題について長期間にわたって考察し、民族宗教とキリスト教というタイトルで論文を書き始めている。カントは宗教と政治の分離を解いていたのだが、ヘーゲルはルソの市民宗教論に影響を受けたため、 宗教と政治の分離に反対していた。ヘーゲルは人間は理性と感性を合わせ持った存在なのだから必然的に道徳と宗教は不可分の関係にあると主張した。理性の実態である道徳には感性が重要で、感性から生じる宗教は道徳に霊感を与え、宗教によって道徳的に救われるという感覚を人々に与えているのだと理解した。 また、宗教は、知識のみではならず、主体的な行動や実践が不可欠で、宗教は愛を得く以上、個人の新人だけではなく、広く民衆の心に訴えて励まし、常に国家と民族に対して、社会的な役割を果たさなければならないと考えた。宗教と国家は融合していなければならないとした。ただし、ヘーゲルは、協情主義のキリスト教が、 理性による批判を受けずにそのまま国家と結合すれば腐敗した真剣政治の恩賞を溶かしてしまうと懸念していた。そのためキリスト教が真の理性宗教へと再生できるようさらなる宗教批判に取り組んだ。家庭教師生活と迷い1793年23歳で大学を卒業してヘーゲルは キリスト教への反感から牧師にならず、学問を志して、哲学者への道を歩んでいく。とはいえ、駆け出しの青年がすぐに、大学の教職につけるわけではなく、当初は、富裕なブルジョア指定の家庭教師となって寄宿し、生計を立てていくことになる。ヘーゲルも多くの学者と、同様、若い時期には、物心両面ともに不安定な位置に甘んじながら、 学者として体制する道筋を立てなければならなかった。ヘーゲルは、1793年秋から1796年秋まで、スイス製薬者同盟の都市共和国ベルンの貴族、カールフリードリヒ・シュタイガー・フォン・チェックの屋敷で、家庭教師となった。家庭教師としての仕事に従事しながら、政治、宗教、歴史、哲学の研究に打ち込んでいた。しかし、 ヘーゲルにとって、ベルンでの家庭教師生活の時期は、ヘーゲルの人生では陰気な冬の時代でもあった。シュタイガー家は、保守的な習慣を重視する家風であったため、自由に強い同型の念を抱くヘーゲルにとっては、息苦しい環境であった。ヘーゲルは、人生の展望のない暮らしを続けており、しばしば打つ状態になることがあり、そんな折には、 アルプス山系の登山をして気を晴らしている。フランスで大粛清を行ったロベスピエール・ヘーゲルは3年間をベルンが支配していたワート地方にある館で生活した。この地域はフランス語地域に近接していたため、フランスからの移住者も多く、ベルテンベルクにいた頃より、フランスの政治情勢に関する情報が集まりやすい環境にあった。ヘーゲルは、 こうしたフランス革命の急進的な展開を横目に見ながら一方でベルンでの反動的な政治状況の中で窮屈な家庭教師生活を送っていた封権的な身分制度を否定し集権的で統一的な国民国家の建設を目指したフランス革命は1793年に入る頃には暴力的手段による 政治変革を追求する恐怖政治へと変質していた。ヘーゲルはフランス革命に理想政治の実現を夢見たが恐怖政治へと進む革命に期待を裏切られ失望を隠しきれなくなっていた。シェリングへの手紙ではロベスピエール派の恐怖政治を配信的行為として非難した。革命という理想を掲げた民主主義には容易に独裁へと転落する。 危険性があることを現実から学ぶことになった。ヘーゲルは民主主義を支持しながら、一方で懐疑的な立場を強めていった。これまで信奉していた共和主義を放棄して、やがて立憲君主制を擁護するようになる。ベルン政治の実態また、ヘーゲルはベルン政治の実態にも幻滅していた。復活祭に合わせて10年ごとに行われる。 協議会選挙の実態に厳滅するとともに、家門や価格で政治的権力が左右される、旧体依然なスイスの貴族的過当性の政治に疑問を持った。18世紀の選挙文化では、接待や贈収賄による買収は当たり前であり、脅迫や裏取引などが選挙結果を左右していた。その結果、 名門の門末貴族が議席を独占しており、立法権を私物化していた。ヘーゲルは1795年4月シェリングに手紙を出し、ベルンの政治実態や選挙の様子を紹介している。ヘーゲルは、ベルテンベルクでの君主の態度から来る貴族化した、ブルジョアによる、加藤政治という形態を取った民会による、政治権力独占化の弊害について熟知していたため、 ベルンの歴史、憲法、政治に関して非常に強い関心を寄せた。彼は多数の記録を収集して実証的な政治研究を行っていた。そんな時期、ワート地方出身の弁護士カールがベルンによる圧政を告発した文書、カール新書を交換した。ヘーゲルはこのカール新書のドイツ語訳に取り組み、序文と注釈を執筆、後年。 フランクフルトに移った時期、スイスの反動的な実態を告発するべく匿名で交換した。ヘーゲルは国家が実現すべきなのは正義であり、正義は権利であり、正義の国は人権の国家であると考えていた。したがって、この考えに反するベルンの過当性は正義に反する体制で、この体制は革命によって廃されるべきものであった。ヘーゲルは 現実政治に対して批判を強めていく。先制的な軍行による絶対要請と腐敗した民会による加藤政治という矛盾を持ったベルテンベルクの政治体制の研究を行う。この研究は後にドイツ国政論として体制していく。ベルン時代の後半期、ヘーゲルはドイツ関連論の最古の体系プログラムにおいて急進的な見解を提示している。 国家は純粋に機械論的なものである。しかし機械というものについての精神的観念は存在しない。自由の対象となるものだけが観念と呼ばれ得るからだ。故に我々は国家を超越しなければならない。国家はすべからく自由な人間を機械の歯車として扱う。これこそまさにあってはならないことだ。故に国家は死滅しなければならない。 フランス革命の現実を批判するとともに、ルソーが社会契約論で描き出した国家像を批判している。また、プロイセン王国やオーストリア帝国のような先制的で軍国主義的な国家も否定されるべきと見ていた。啓蒙主義と復古主義の国家像を転換し、ヘーゲルは現実的な立憲国家のモデルを模索していった。 ベルン時代のヘーゲル思想フィヒテとシェーリングの二人は、神即自然という立場を表明し、一元的、半信論を説いたスピノーザの哲学に影響を受け、二元論的なカント哲学への批判に没頭した。しかし、この頃のヘーゲルは独自の哲学や思想を形成できずにいたため、カント哲学への批判は十分にできる段階ではなかった。 カントが二元論的立場に立って主体と客体の分離を解いていたのに対してフィヒテは絶対的自我が一切であるとして主観的な一元論を主張しこれに習ってシェリングは主体と客体を包摂総合した超越的な自我の中に一切は融合させていると考え絶対的自我による絶対的自由を目指す超越論的な関連論を構築した ここで品質している絶対自我あるいは絶対精神とは合理的で理性的な精神を指している。宗教で言えば神であり、世界で言えば人間精神、人間社会で言えば市場や国家などの共同体、文化面で言えば科学や芸術、諸学を統合する哲学である。ヘーゲルはスピノザから一元論や精一的な 法則性を支持する決定論を継承し、さらに、フィヒテとシェーリングの二人から主体と客体の同一性を重視する立場に感化された。そして独自の視点を加えて、新しい体系へと発展させることになる。だが、ヘーゲルは哲学者として、まだスタート地点に到達していなかった。一方、シェーリングは1790年代を通じて、 多数の著作をやつぎばやに執筆し、20代にして、学者として、成功をつかんでいた。ヘーゲルはシェリングよりも年長者であったが、早熟な、シェリングの哲学を学ぶ弟子のような立場に甘んじていた。1794年8月30日の手紙では、シェリングにあてて、君の論文について、僕が批評するなどと期待しないでほしい。僕は、 一回の弟子に過ぎないのだから、僕はフィヒテを学ぼうとしている。僕の仕事については語る価値もないと弱々しく綴っている。ヘーゲルはより現実的で社会的な問題に関わる仕事を成し遂げる方に興味があった。ヘーゲルはヘルダーリンやシェーリングが関わった高度に進学的な、議論には懐疑的な立場を取った。 民族宗教とキリスト教の執筆活動を継続させている。また、カント哲学を手がかりにイエスの思想を読み取ろうと試み、イエスの生涯を執筆した。イエスキリストをカント哲学から読み取って現代的再生を試みた。だが、現実のキリスト教は理性宗教としての近代的性格を備えておらず、腐敗していた。ヘーゲルは、 キリスト教の問題点である歴史的な規制制度としてのあり方を実定性という観点で考察し始めキリスト教の実定性という論文を執筆しているキリスト教の実定性では人間の徳と愛からなる理想を説いたイエスの生きた言葉が宗教制度の発達とともに実体を失い協情的で神学的な教えと姿を変えた点に着目されている キリスト教の理念と現実を分離させ、宗教理念の純化を目指すことを意図して執筆したので、あるが、同時に、人間社会の定流に存在する真相に切り込むこととなった。すなわち、批判的、開放的、流動的なものとして始まったものが、目指す方向とは、正反対なものに変化していく傾向が存在し、人間社会は、精神的硬直から来る。 絶えざる矛盾と葛藤を抱え込んでいる。ヘーゲルは、キリスト教の考察を通じて、ヘーゲル思想の中核部分をなす阻害という問題を、浮上させた。人間の尊厳を謳った本や社会制度も、人間の精神が枯渇すれば、人類を縛る足かせとなることを指摘した。キリスト教とヨーロッパ社会の歴史は、ヘーゲルの中心的な関心であり続け、 精神の自由を目指して展開される進歩と反動から織りなされる歴史哲学へと体制していく。シェリングは弱気になっているヘーゲルの良き理解者であり彼を励ました。1796年6月20日ヘーゲルに当てて君の今の状態は君の実力とその主張とにふさわしくないと声をかけている。ヘーゲルは迷い苦しみ。 自身の思想とその生きどころを測りかねていたのである。しかし、この時期の苦悩は、ヘーゲルの思想に、深みと弾力性、超弱力を与える契機となっていった。ルソーの思想や、カントやフィヒテ、シェリングの静止的な観念論を克服していく下地が、次第に形成されていった。ヘーゲルが息苦しいベルンでの暮らしに迫撃していた頃、ベルンを離れる契機を得る。 フランクフルトアムマインの有力な銀行家ゴンタルト家の家庭教師をしていたヘルダーリンが手を差し伸べ家庭教師を探している一家を紹介してくれたのだ。1797年1月よりヘーゲルは馬市の商人ゴーゲル家の家庭教師となり親友ヘルダーリンと共に再び過ごすことになる。ヘーゲルはフランクフルトアムマインで親友ヘルダーリンと再会し、 家庭教師をしながら、研究生活を継続させる。ヘルダーリンは、ゴンタルト家の長男ヘンリーの家庭教師となるが、夫人、ズゼッテと不倫関係に陥る。ヘルダーリンは夫人に夢中になり、夫人をモデルに恋愛小説、ヒペーリオンという章を執筆した。しかし、ゴンタルトがヘルダーリンと夫人との恋愛に気づくようになり、1798年に家庭教師を辞した。 その後も、夫人との文通を通じて、ヘルダーリンの恋は続いていたが、1802年、ズゼって夫人死去の法を受け衝撃を受ける。ヘルダーリンは精神に異常をきたして、愛読者、エルンストフリードリッシツインマーの家庭に引き取られ、ご反省をツインマー家の塔の中で過ごす。一方、ヘーゲルにとって、この時期は、政治研究に関して、実り豊かであったが、 独自の哲学の体系を開くことができずにいた。大衆哲学者は、著述を通じ、哲学の強的な問題を紹介したり、啓蒙主義を普及させる方法を議論したりしており、多くが、ジョン・ロックや、トマス・リードなどの経験論、さらにアダム・スミスや、ジェームズ・スチュアート、アダム・ファーガソンなど、イギリス功利主義思想に精通していた。 市民社会とそこに内在する矛盾に関しての洞察を深め、後の法哲学の骨子が形成された。この時期のヘーゲルは大衆哲学のやり方で、カントの批判哲学を完成させたいと思っていた。一方、ヘーゲルは、キリスト教の精神とその運命ドイツ語、デアガイストでクリスタンタムスウィントザイン氏ヒゾルを執筆して、宗教問題に関する立場を確立した。 イエス・キリストは、民の苦しみのもととなっていた立法の掟を、自らが完成させ、愛と許しの宗教を起こすことで人々を解放した。こうした歴史的起点を踏まえて、ヘーゲルは、近代社会における宗教は、人々が徳と真偽を尊び、互いの和合を実現させ、個人の精神的自由を享受するための教えであり、導きなのだと理解し、 宗教と和解する道筋を見つけ出していく。ドイツ国政論1808年のライン同盟、ナポレオンの台頭とともにヨーロッパの再編が進んだ。1801年、フランスとオーストリアが締結した講和条約により、オーストリアが帝権を掌握する新生ローマ帝国も大きな影響を受けた。領土の割譲を受諾した新生ローマ帝国は、 国内の再編と統合によって事態に対処しようとした。1803年、フランスは新生ローマ帝国内の両方統合を利用して、オーストリア帝国とプロイセン王国に対抗する勢力として、フランスを名手とする国家連合を組織しようとした。ナポレオンを保護者にライン同盟が結成される。1804年、ナポレオンは訂正の開始を宣言して、 皇帝ナポレオン一世として即位し、フランス共和国はフランス帝国となった。一方のドイツでは、1806年、皇帝フランツ二世が対応表明、神聖ローマ帝国の解体を宣言した。こうした状況下の1798年から1802年に、かけで書かれたのがドイツ国政論である。ドイツ国政論は、ドイツの再編過程の中で、 国家とは何かという問題を考察し、執筆された、総合軍である。ヘーゲルは、まず、ドイツはもはや国家ではないと指摘している。神聖ローマ帝国は、封建的な割挙が温存された状態で、帝国の実態は、国家団体という名目以上のものを与えることは、できないためである。ヘーゲルは神聖ローマ帝国は時代に合わないものになっているとして、 生命を与えるものが抜け去ってしまった処刑式がドイツではなおも現存していると表現している。では国家はいかにあるべきなのだろうか。ヘーゲルはドイツの歴史的形成の特殊性を認めつつ国家を概念から理解しようと試みる。人間集団は自分たちの所有物の全体を共同で防衛するために結合された時にのみ国家と称されうると説いている。 ドイツはその軍事力の統合がなく、個々の両方が、それぞれの兵力を保有していた。国家の本質に従えば、一つの中心点の指導のもとに立たなければならず、一つの最高権力の中で合一していなければ、ならない諸々の権力が、いかなる合法的な最高権力のもとにも立っていない、ため国家の体を成していなかったのである。 両方の権力分立状態を収束させ、軍事、外交、財政といった行政権が帝国政府のもとに集中される必要があった。しかし、機械論的国家像は拒絶されている。フランス共和国や、これに対地されるプロイセン王国のように、すべてが上から下に向かって統制されている、統制国家は決して望ましいものではない。ヘーゲルは、 多くの自由を国家が認めてくれる国民は幸福であると認めるし、また国民のより自由で非確率化された精神によって支えられうるような国家権力は無限に堅固であると認めると述べている。ヘーゲルにおいて政治的な領域では国家権力が集中され強力な国家的統一性が保持される一方、社会的な領域では権力の抑制と 市民的自由が保障されることが重視されている。立憲君主と党族会議に基づく帝国政府の樹立というドイツの歴史的国家形成の流れを踏まえつつ近代国家の基本原則に従って国家を再建していくことが要請されている。ヘーゲルは新生ローマ帝国皇帝権の強化によってオーストリア中心のドイツ統合を期待していたようだが、 ライン同盟の発足と新生ローマ帝国の解体が宣言され、歴史は帝国愛国者であった。ヘーゲルの当初の願いとは反対方向へと交代を余儀なくされる。ドイツ国政論は未交換に終わり、ドイツ統合は長く封印された。しかし、ずっと後のことになるが、プロイセン王国の国家改革と軍事力強化により、歴史は 幾度も、障害と困難に直面しながら、ヘーゲルが期待していた方向へと進行していく。哲学者としての自立1799年に1月14日、ヘーゲルは勤勉実直な財務官であった父を失う。ヘーゲルは、長男として、父の遺産整理を行い、弟や妹とで遺産を分配した。 ヘーゲルは学問上の足固めを果たし、学者として出発する準備が整い始めていた。また、父からの遺産相続で生活上の負担が軽減されたため、家庭教師を辞めて、学者として職を探し始めた。そこで、有望な就職先となったのが、シェーリングが教授を務めるイエーナ大学であった。1801年7月、 フィヒテとシェーリングの哲学体系の際を交換、8月には惑星起動論という論文を提出した。この論文の評価によって、ヘーゲルは31歳にして、イエーナ大学に渡し講師の席を手に入れる。とはいえ、当時のイエーナ大学は、シラーやシュレーゲル兄弟など、ロマン主義文学の運動を主導した文学者や、シェーリングなど、カント哲学を乗り越えようとした。 新進期への思想家が集まるドイツ学問の中心地であった。論理学や刑事上学、哲学入門の授業を担当し、シェーリングと哲学演習での指導も行った。また、シェーリングとともに哲学批判雑誌を編集し、ヘーゲル自身数多くの論文を投稿して、学者としての足場を固めていった。1805年、院外教授に昇進し、 哲学史の講義を担当するなど大学内での影響力を増した。ヘーゲルの影響力拡大とシェーリングの哲学との違いは時間とともに顕在化していた。シェーリングは絶対精神を静止的に安定したものとして捉えていたが、ヘーゲルの捉え方では絶対精神は 不安的で内在する諸矛盾を抱え、常に変動的で分裂や確出を経て、力道的に展開して発展していくものであった。哲学的認識の根底には、深い亀裂が生じていた。馬上の世界精神ナポレオン、精神現象学の執筆と観光は、難事業であった。ヘーゲルは、精神現象学の出版にあたって、バンベルクの書店と契約していたが、 執筆が予定通りにはかどらなかったため書店と揉めることがあった。そうした状況でサポート役となったのがヘーゲルの4歳年上の同郷人で役人を務めていたフリードリヒマヌエル・ニート・ハンマーである。ニート・ハンマーは書店との仲介役となって1806年10月18日を国言に原稿を提出する契約となった。この時期のヘーゲルは 経済的に逼迫していたため、現行料の一部の全能を受けることになった。ヘーゲルは、寄宿先のブルクハルト家の夫人、クリスチアナ・ブルクハルトとの間にルートビヒという書士を設けたのだが、この夫人との結婚は立ち消えに終わり、子供の扶養責任だけを負っていた。ヘーゲルは養育費を送り続け、後にルートビヒを引き取っている。加えて、 深刻だったのはナポレオンによる信仰である。ヘーゲルがイエーナでちょうど精神現象学を書き終えようとしている時にナポレオンが市外を占領し、さらにベルリンに向けて出発しようとしていた。この時ヘーゲルは原稿を抱いて逃げ回らねばならなかったが、たまたま馬上のナポレオンを目撃した。彼は次のような感想を語った。イエーナにいて、 馬上の世界精神ナポレオンを見る、ヘーゲル、皇帝が、この世界の精神が、敵地偵察のために、馬上豊かに街を出ていくのを見ました。このような個人を目の当たりに見ることは、実に何とも言えない気持ちです。この個人こそ、この一地点に集結して馬上にまたがっていながら、しかも世界をわしづかみにして、これを支配しています。プロイセン軍の運命は、もちろん、 初めからこれぐらいのところであろうとは予想されていましたが、しかし、この進撃はこの超人にして初めて可能です。この人を共嘆しないことは不可能です。ナポレオン個人を世界精神とみなし、その世界精神が馬に乗って通ると表現している。ヘーゲルを愛国者として弁護しようとする多くの試みがなされるが、ヘーゲルはナポレオンに浸水しており、 祖国ドイツの侵略者であったナポレオンに参誕し、感謝したことは、動かすことのできぬ事実である。だが、ヘーゲルがナポレオンに期待し感激したのは、ひとえにナポレオンが、正当性、責任、民主主義を持たぬ政治を破壊し、これら近代的政治の基盤を有する新しい、立憲制度をもたらし得るがためであった。精神現象学主張。 精神現象学は、もともとの表題を、学の体系と言い、当初は、主観的精神から客観的精神を経て、絶対知恵と発展する過程を描いていたが、徐々に膨らんでいき、最終的には、精神、宗教という章が付け加えられた。家へなきの思索の完成ではあるが、ヘーゲル自身が認めているように、混乱している部分や、後年の著作で、 カテゴリーが微妙に変化したものも多く、これらの著作より彼の哲学体系の全貌を知ることは困難である。失職、新天地へ、晩年期のニートハンマーナポレオン軍の進行によって、プロイセン王国は降伏し、イエーナ大学は閉鎖せざるを得なくなった。その結果、ヘーゲルは失職して、これまで以上に困窮してしまう。窮状を救ったのが、 友人のニートハンマーであった。ニートハンマーはバンベルクの地方行政官であり、彼は精神現象学の執筆、出版時も援助していたが、地元の新聞、バンベルクツァイトゥンクの編集者の仕事を紹介してくれたのである。1807年3月から1808年11月にかけて、およそ1年を新聞編集の仕事をして、生計を立てることになる。 ジャーナリズムの世界は、社会現象に関心を持った哲学者ヘーゲルにとって、刺激になる仕事であったが、同時に、戦時下で検閲による、出版統制が多く、親ナポレオン派のヘーゲルにとっては決して自由に、論説を掲載できる環境を与えられることは、なかったという。1808年11月、またしてもヘーゲルは、バイエルン王国ミュンヘンに移った。 ニート・ハンマーの仲介で、ニュルンベルクのエギディウス・ギムナジウムの校長の職を紹介してくれた。ニート・ハンマーは、バイエルン王国の教務局の高官となって、教育制度改革に従事していた。ギムナジウムのカリキュラムを、フランス式の新人文主義教育へと、編成し直そうと試みた。カリキュラムには、伝統的な、進学だけではなく、啓蒙主義精神を含んだ。 教養科目として哲学、論理学の授業も盛り込まれる予定であった。そして、この新しい教育プランを実地で運用する職務がヘーゲルに与えられたのである。ヘーゲルは校長として学校運営に携わる一方、新設科目の哲学、論理学を教えながら、同時に授業で用いる教科書の執筆も行った。 ヘーゲルは14歳から19歳の少年たちに難解な論理学を教え込むために多くの時間と労力を注ぎ込むことになる。ヘーゲルは法理論、道徳論、宗教論から始まり、認識論や存在論など哲学を教示し、さらに生徒に哲学的な概念を踏まえて、家族や国家といった社会制度、歴史哲学などの知識を与えていった。 このような順番で自分の哲学体系を要約して引きとした体系的な概論書を作成した。この時の教育は哲学入門という文献として現在残されているが、やがて大論理学、エンチクロペディの定本となっていった。ヘーゲルの教育者としてのキャリアとしては20代の頃、家庭教師をしていたことを考えると、中等教育の経歴は合わせて14年に及ぶ。 しかし、ヘーゲルの本願は大学における教授職であり、その機会は間もなく訪れる。ヘーゲル弁償法、ヘーゲルヘーゲルは元来、問答、対話の術を意味する弁償法について思考及び存在の発展論理として積極的な意味付けを行い体制化した。彼によれば、我々の認識のみならず、すべての事物の発展は単純化させると、 矛盾を契機とする、ある命題と、それと矛盾するもしくは、それを否定する反対の命題、そしてそれらを本質的に統合した命題の3つから、なる正、反、合の3段階の生成を実現する3、思考像として捉えられる。正すなわち、定律定税は、ある一つの立場を直接的に肯定する段階であり、矛盾、対立についての自覚はない。そして、 反すなわち、反定律アンチテーゼにおいて、ある一つの立場が否定され、二つの立場が矛盾、対立する段階となる。さらに合わせすなわち、総合シンセシスにおいて、相反する立場を否定しつつも互いに生かし、両者をより高い次元のレベルへと発展、修練するべく、使用アウフヘーベンが生じるとする論法である。矛盾を含む、否定性に、 積極的意味を見出すヘーゲル弁証法では、有限なものが内在する諸矛盾のもとに対立、葛藤を生み出し、限界性を使用することで、より高次なものへ発展する思考及び存在を貫く、運動法則の論理が提示されている。諸要素の矛盾の闘争が、全体の発展の源泉であり、発展は、量的変化に止まらず質的向上によって行われるとする。 弁証法によって、不動のものとされたシート概念に有機体のような、力動的発展性が持ち込まれ、世界は、新たな論理的生命を与えられた。ヘーゲルは、矛盾は、あらゆる運動と生命性の根源である。あるものはそのうちに矛盾を持つ限りにおいてのみ運動し、その限りにおいてのみものを突き動かし、また活動しようとする性質を持っていると指摘する。ここに、 世界の本質は矛盾を内在させつつもそれを克服しようとして自己運動する躍動的生命とされることでこれまでの精神的な世界観はヘーゲル弁証法によって力動的なものに変えられていく世界は弁証法的運動過程すなわち諸要素の矛盾や対立を抱えながらこれを発展解消させていく自己発展であると捉えられ精神が 理念として自らの自己実現を図る精神の自己啓示に向けての運動過程理念の歴史的な実現のプロセスとされるようになったのである。こうしてヘーゲルの思想は精神が実体世界に具体的に権限させる自己実現の過程としてこれを後付ける歴史主義的な世界観に至った。ここに理性そのものが 自らを自らに対して掲示する心理へと到達するとした彼の哲学は完成される。弁償法はヘーゲル派の知識人たちに継承され、後にマルクスやエンゲルスにとっての貴重な遺産として受け継がれた。結婚と家庭生活ニュルンベルクでの8年間は給料未払いのために当初は無一文であったが次第に状況は好転し、ヘーゲルにとって 経済的に安定した時期であった。ヘーゲルの人生にとって大きな転機が訪れる。1811年、ヘーゲルは41歳にして、当時20歳であった、ニュルンベルクの都市貴族、トゥーハーケの娘マリーと結婚する。ヘーゲルはマリーを愛していたが、自分が家庭を守れるのか不安を感じており、結婚に対してためらいがあった。また、 ヘーゲルの結婚話には2点の障害があった。1点目は、ヘーゲルとの間にこうなした女性、クリスチアナ・ブルクハルトの存在である。彼女は、この結婚を壊そうとして格索して、騒ぎを起こした。これに対して、ヘーゲルは、クリスチアナとの諸子ルート美ヒを引き取って、結婚の障害を取り除いている。2点目は、妹のクリスチアーネである。ヘーゲルの妹は、 ブラザーコンプレックスと言っていいほど兄を深く愛していた。そのため、愛する兄の結婚にヒステリーを起こして、家庭教師の職も続けていけなくなってしまう。クリスチアーネは1831年の愛する兄の休止に対して、ヘーゲル夫人に兄を思う手紙を送った後、受水自殺を遂げている。1812年、ヘーゲル家には不幸が相次いだ。 ビュルテンベルク公国はナポレオンの援助によってライン同盟を構成する王国に昇格しフランスとの同盟の対価としてフランス帝国軍に援軍を派遣する協定を結んでいたビュルテンベルク軍はフランス帝国軍と共にロシア遠征に参加して壊滅する。ヘーゲルは遠征に主官として参加していた弟ゲオログルートビヒを失う。 こうした困難と悲しみを乗り越えてヘーゲルはマリーと結婚した。1812年、二人の間に女子が生まれるが、すぐに亡くしてしまう。しかし、二人の間には、間もなく二人の男の子ができる。1813年に、カール・フリードリ・ヒビル・ヘルムが、その翌年に、イマニエル・トーマス・クリスチャンが誕生した。ヘーゲル一家は1816年に、ヘーゲルが、 ハイデルベルク大学の聖教授に就任したのを機に、諸子ルートビヒを引き取り、ヘーゲルの勤務地の変更に伴う転居が多かったものの、5人家族で暮らしていく。彼は、講義に出席している生徒のために、自身の哲学を小説した大論理学を出版した。論理学が出版されると、ヘーゲルは一躍有名になり、エルランゲン大学、ハイデルベルク大学、 ベルリン大学の3つの大学から招聘を受けることとなった。ベルリン大学はヘーゲルが授業で哲学をわかりやすく講義できるか疑念を持っており、ヘーゲルに自己評価書を提出するように要請した。しかし、そうこうしているうちに、1816年7月30日、ハイデルベルク大学からの招待状が届き、ヘーゲルはここを選んだ。ヘーゲルは46歳にして、 ハイデルベルク大学で、聖教授となる。ヘーゲルは、イエーナ大学の思考史時代から、百科事典的な体系書で、ヘーゲル哲学を要約することを目標にしており、学生たちに出版を公約していた。ギムナジウム時代の授業内容をもとに肉付けを行い、急いで、エンチクローペディを執筆した。ヘーゲル哲学体系、ヘーゲルの客観的観念論の体系によると、 世界の基礎は自然及び人間の出現前に存在していた神秘的な絶対理念であった。この絶対理念はその本症状、活動的原理であるが実体はないので、c 自己認識においてのみ現れることができる。しかし、この絶対理念はプラトンが考えていたのとは異なって内的に矛盾を備えている。そのために、事物の本体は、 ヘラクレートス流の永遠ルテンの法則に従って変化してその対立物に移行する。ヘーゲルは哲学は絶対者の純粋 C 認識に他ならぬとした上でその絶対者の C の弁証法的自己展開を追求して壮大な哲学体系を作り上げた。絶対者の作り出す理念は即時、退治、即時かつ退時という3段階を経て発展し、 まず即時的な論理としての運動をなしてのち、対時的に自然として外化し、ここから自らに帰って、即かつ対時的に認識を完成させる。これに応じて、彼の哲学体系は三つの部分に分かれる。論理学、自然哲学、精神哲学に対別され、各々がさらに三段階の発展をなして、理性と現実との一致という観点に到達すると、された。 絶対者の本質たる概念の弁償法的運動を明らかにした点は、ドイツ古典哲学の完成にとどまらず、聖アウグスティヌス、スピノザに匹敵するほどの思想史上普及の功績ということができる。論理学まず、第一の段階は理念そのものの学としての論理学の段階であり、この段階では、理念は、まだ、先自然的な言純粋 C の中で展開されている。 それは、言うなれば、天地創造以前の状態、つまり、理念の創生者である、絶対者の言葉のみで全てが貫徹されていた段階である。つまり、あくまで、全ては言葉であるので実体はない。そのため、絶対理念は、そこでは、論理学の体系として現れる。この論理学は、 弁償法という独自の運動法則に基づく力動性があり、内的矛盾により変転し続けていく。こうした着想における例として、ヘーゲルは、あるという命題を弁償法によって展開している。まず最初に、あるとは何かがあるということではなく純粋に、あることだという命題を立てる。そうすると、反対の命題として生じる、ないと区別を、 どのようにつけるかが問題となってくる。その結果として、あると、ないは、なるという命題に統合される。それは、ないから、あるように、なることであり、あるから、ないように、なることでもあると理解される。ソクラテスの対話と同じように、ヘーゲルの弁証法は、暗黙的な矛盾を明確にすることで発展させていく。その過程のそれぞれの段階は、 その前の段階に暗黙的に内在する矛盾の産物とされる。このように、非実体としての論理は、このような内的矛盾の作用がもたらす。自己展開によって、論理自身の実体ある活動を思考していく。ここに矛盾は高まりを見せて変転し、実体的事物の生成という次の段階への移行に移っていく。自然哲学次に、 第二の段階は阻害された理念の学としての自然哲学の段階である。この時点をもって、心的理念は自然に転化、物質的事物として空間的に展開されるようになる。天地創造の段階として、論理的整合性のある現象が生じ始め、宇宙世界を自然物が取り巻くようになっている状態である。そして、絶対理念のほか 財としての自然において成立するのが自然哲学である。主たる内容はヘーゲル的理解に基づく自然科学論であるが、まず力学や物理学が展開され、ついで生物学が論じられた。ただし、ここでは理念は実体となってはいるが自由な主体としてはなく、その対立物となっているので、それは必然的法則や、 外然的偶然に支配され、受動的な客体としての位置づけを克服していない。その部分性ゆえに、再び矛盾の拡大を招いて次なる段階に突入する。精神哲学最後に、第三の段階は、自己喪失から自己へと変える理念の学としての、精神哲学である。この段階の中で、精神は、まずは、人間の心理や理性といった。 主観的精神を成している。これに対して、社会的な領域には、法、道徳、人倫など、客観的精神が形成される。とりわけ重要な、人倫は、人間の社会制度であり、共同体の仕組みである。ここには、家族、市民社会、国家が含まれ、こうした社会的領域に関する洞察は、後の法哲学の骨格となっている。人間精神が、 聖緻さを増して共同体の形態を取り、それぞれの限界性を克服しながら、螺旋状に発展して展開していく様子が描かれた。最終的には全ては総合され一元化された全一哲学となって、C はその旅路を終えて自己認識の終点に達するとした。ちなみに、ヘーゲルは自分の全一哲学をもって絶対一致とする。 この段階において理念は宗教、芸術、哲学といった人間精神の最高段階に到達して絶対精神となる。ヘーゲルの立場ヘーゲルは古代ギリシアのプラトンらの系譜を引く客観的観念論に立ち、知のレベルにより世界のあり方が変わると考えていた。そして彼は対象を知るとは直接的に知ることではなく、 対象について蓄えられた自分の地に自分自身が向き合うことだとしていた。そのために意識はいろいろな現実の対象と出会うことによって地を増やしていくことになり、地が増えると同時に比例して世界が広がると信じていた。さらにヘラクレートスなどの彼以前の哲学説を大規模に総括しつつ、これをアレンジして自己の哲学を打ち立てた。どんなものも、 概念的だが、世界のあり方は固定した静止的なものではなく、不安定で、力動的に変動するものであること、そして変動はすべて理性的活動の根底たる、弁証法の論理的な運動法則に従って展開されると考えた。これにより、カント・フィヒテの主観的観念論、シェリングの客観的観念論に対して、自らの哲学体系をもって、主観、 客観の対立が使用された一元性に基礎づけられた絶対的観念論であるとした。こうした観念論的構想のもとで自然、精神、歴史の全世界が一つの過程として、すなわち普段の運動、変化、発展の状態として捉え、この運動の内的関連を明らかにしようと努めた。それは自然、歴史、 精神という現実世界が理性の弁証法的な不断の運動、変化、発展の過程にあるとして、その内的連関構造を解明せんと試みた壮大な形事上学的体系として完成した。理性による思考とその精神や制度などの産物を一切のものの根底と捉え、この思考の産物である観念、理念が自己を害化したものが自然だとし、この素が痛いから、 自己自身に帰っていく過程が精神の運動であると考えたのである。世界は精神の産物であって意識こそ現実、最終値こそ絶対的真理、理念は万物の創造主であるとしたのだ。そして彼はこれこそ真実と宣言にするため関連論に客観的論理に根ざした体系を作り出したのである。ドイツ連邦プロイセン王国の改革。 ナポレオンの侵攻を受けたプロイセン王国は生き残りをかけた国家改革に挑戦していた。シャルンホルストやグナイゼナウ、クラウゼビッツが軍政改革を行い、最小を務めたシュタインに続いてハルデンベルクが自由主義的なプロイセン改革を行った。この時の改革はヘーゲルが提示した国家間に沿ったものであった。ヘーゲルはドイツを愛しドイツ人民を啓蒙しながら、 プロイセン王国がドイツを統一して自由な市民からなる一つの国民に統合することで理性ある近代国家が建設されていくことを願い続けた。ヘーゲルはプロイセン王国にドイツ統一の役割と更新的なドイツの立憲的な政治に自由と民主主義が育成されるようになることを期待した。ワーテルローの戦いでナポレオンが敗北した後は 戦後処理によって、領土割上を受け国土面積を拡張した。プロイセン王国は、フランス帝国の友好国だったザクセン王国の北、半分の領土を摂取し、ベストファーレンの正半部、フランスに組み込まれていたラインラントを獲得し、オーストリア帝国と拮抗する大国へと帰りザくク。ドイツは1815年のウィーン議定書に基づき、オーストリア帝国を名手とする、 国家連合をドイツ連邦として発足した。ベルリン大学教授就任ベルリン大学で抗議するヘーゲル・プロイセン王国がドイツ連邦内で格好とした地位を確保しヨーロッパの大国の一員となった結果1810年代後半に入るとプロイセンの改革は緩慢なものになった。そしてナポレオンに勝利したドイツはロマン主義的な中世解雇と反動に対する反発が 激しく滞留し、次第に愛国主義意識となっていった。中でも、急進的だったのは、学生からなる、組合ブルシェンシャフトである。ブルシェンシャフトの一部が、排他的な民族主義へと傾き、かつての自由主義的な要素は失われ、反ユダや主義を、標榜するなどナチズムの前身と呼べる、大衆運動と化していた。プロイセンの文部大臣、カール・フォン・アルテンシュタインは、 ブルシェンシャフトと呼ばれる学生組合からなる過激な学生運動に対応しなければならない状態に置かれていた。海面派のアルテンシュタインは過激な学生運動を弾圧するのではなく国家と争わないよう前導する方向を模索し始める。そのために選ばれた思想家がヘーゲルであった。ヘーゲルもシュタイン・ハルデンベルク改革に共鳴し、 これまでその先制的国家体制として批判していたプロイセンの変化を歓迎し、プロイセン政府を支持するようになった。こうしてヘーゲルはベルリン大学への招聘を受諾する決意を固め、1817年10月ベルリン大学の政教授就任の内定が決まった。翌年1818 18年10月、ヘーゲルは時代の精神を象徴する大思想家として、 ベルリンに移り、教団に立つことになった。ヘーゲルは、美学、歴史哲学、哲学史、宗教哲学の講義を担当したが、彼の講座は絶大な人気を誇るようになり、同じ時間に、犬猿の中であったショーペンハウアーが講義を行ったが、出席者はわずかであった。講義内容は、生前に著作として刊行されることはなかったが、 ヘーゲルの講義を聞いた教え子たちのノートに基づいて、没後出版されている。右翼的愛国主義への反感、ヤーコプ・フリードリッヒ・フリース・ヘーゲルは、ベルリン大学で教鞭を取ることにあって求められたのは、学生運動対策であった。学問は自由であるが、求心的になって、社会と相入れない、過激思想に学生が染まっていくのは問題であった。したがって、ヘーゲルは、 社会思想の大家として、個人と社会の関係を学生に示し、運動を沈静化し、理性的に物事を思考できるように訓育することが求められた。過激主義との対決が始まった。とりわけ、ベルリン大学で過激思想を剣伝していたのが、カント派の論理学者であった、ヤーコプ・フリードリ・ヒフリースである。彼は、ドイツ人の幸福と国民性に対する、 ユダヤ人の脅威を出版、ユダヤ人を社会の寄生中と罵り、ユダヤ人の教育機関を閉鎖するべきだと主張した。フリースは人種主義的愛国主義とテロリズムの擁護者となった。ヘーゲルはフリースの右翼的愛国主義に強く反発し、法の哲学序文にあって、フリースを昨今流行の軽薄さの憔悴、恣意的基弁の擁護者としてこき下ろした。 ヘーゲルにとって、国家とは劇場に左右されるものではなく、自由主義や愛国主義などの単一の観念や、革命の理想、反動的な君主専制の体制ではなく、厳然たる理性が示した公理と歴史を土台に、人々を広く等しく包摂する共同体であった。1817年、1517年に、マルティン・ルターが95カ条の論題を発表したのを、記念した、 祝典、バルトブルク城付近で行われた宗教改革300年祭、バルトブルク祭が挙行された。この祭典で各地から集結した学生たちとフリー,ースは、ドイツ連邦に反対する、熱狂的な規制を上げ、賛同しかねる書物の噴所を行った。この事件は、ドイツ諸法の君主からの警戒心を高めた。残土に視察される。 コッシェブー1819年、イエーナ大学の学生で、ブルシェンシャフトの急進派、カール・ザントが、マインハイムで、ロシアビーの反動的な劇作家として知られていた、コッセブーを視察する事件が起こった。この事件は、ザントが、コッセブーを、ロシアのスパイと考えて起こした事件であった。ザントは、死刑となるが、この事件が、社会に与える影響は大きかった。 残党を非難する見解よりも彼を志士としてみなして、同情する意見が多数だったのである。例えば、フリースの直感的感情を確認した哲学に、賛同していたベルリン大学の進学教授、と別手は、残党の母に、励ましの手紙を送っている。その手紙では、残党の行為は誤りであるが、残党の志は、正しいとするものであった。しかし、 ドベッテはこの手紙が不適切という理由で、プロイ専門部署の指令で、解雇されてしまう。ベルリン大学当局はこれに反発して抗議し、ドベッテを支えるために募金を行っている。ヘーゲルは、ドベッテに対する処分は必要だが、免職するのは、ふさわしくないとして、この募金には応じている。ヘーゲルは、愛国心と良識の両立を見据えた行動を、 取るべきだと考えていたのである。しかし、これを後期として、オーストリア帝国の最初をメッテルニヒは、主要諸法の代表を、カールスバートに集め、ブルシェンシャフトに対する、本格的な弾圧を開始することに合意、決議した。1820年、各して、カールスバート決議に基づき、学生運動の賛同者であった、フリードリヒルートビヒアーンが運営する。 体育学校の閉鎖に加えて、ブルシェンシャフトは結成禁止と解散が言い渡され、言論、出版の自由が制限されるようになった。大学令によって、各大学は政府が派遣する監督官による監視下に置かれることになった。法の哲学1821年、ヘーゲルは生前観光の4作の最後の著作として、法哲学を出版した。 この著作は学生の過激主義に対してのヘーゲルの国家観、社会観を提示したもので、講義において教科書として活用された。ヘーゲルは人間の主観的情緒性を超えた領域に、法、道徳、人倫の客観的精神を提示し、人倫の体系を家族、市民社会、国家の三基軸に編成した。人倫に焦点を当て以下に小説する。 家族19世紀社会の家族像、ヘーゲル哲学において人間は社会的存在であり、社会的所属、アイデンティティ、社会性に自らの精神を準拠させて生活世界を展開させる。まず人間は父母の間に生まれ家族に一員として成長していく。人倫共同体は家族という形態に始まる。その家族は、 夫婦と子供の愛情による血縁と感情の結合によって結びつけた自然な共同体に包摂されている。そして自分自身の最も身近な直接的なあり方や関係性から自我を形成していく。しかし個人は家族だけで活動するわけではない。家族それ自体も人口の拡大とともに大規模化すれば多数の家族が形成されるようになる。 個人は家族を超え出た共同体で活動するようになり、村落や地域などの遅延的共同社会ゲマインシャフトを成していく。ただし、この共同社会は極めて原始的な結合体であり、個人の人格的独立性は希薄で、しばしば個人は伝統的因習に縛られ、本質意志が求める共通利益に埋没しがちな状態にある。 市民社会市民社会を支える、労働の世界人類の喪失体の一つ、貧困と重労働家族が大規模になって、民族を成し、それが国家を樹立すると、第二の倫理的実態として、市民社会が誕生する。ただし、この市民社会は、国家が、その成熟に達する近代に、初めて本格的に形成される。市民社会は、 第一に労働と生産の経済的領域が、第二に個人としての自由の領域として展開し、最後に民間団体の活動の領域を形成する。市民社会は人間が家族を養うべく経済活動を行う領域として展開している。個人が各々の経済活動をするためには自由に行動する必要があり、企業や組合など非政府的な民間団体を 結成して活動していく。市民社会は、精神の自己本位な利己的欲望の追求を目的と、する独立した、諸個人の形式的集合として成立し、合理的な打算的関心から結合する、人工的集合体の姿を持った、利益社会の関係、ゲゼルシャフとマイナスを作り出していく。この時ヘーゲルは処理益の共通性の創出という、 市民社会の現実に気づく。特殊な個人的利益が、社会の普遍的な利益から分裂して、利益の特殊性のみが、全面に出るように見える。それはかつて、アダム・スミスが指摘したような自他の利己心の、調和的秩序である以上に、利己心の調和によって正当化させた個人的利益の、追求に根ざす、欲求の体系と呼ぶべきものだった。ヘーゲルは、 市民社会においては、各人が自分にとっての目的であり、その他の一切のものは彼にとって無であると語っている。当然、こうした市民社会は、利己主義と弱肉強食の原理が支配する人倫の喪失体となる。そう、市民社会は、万人の万人に対する個人的利益の闘争の場であり、市民同士の個人的利害の共同と競争の、 展開される領域なのである。個人が自由にそれぞれの個人的な利益を中心的、関心事として行動するのだから、個人の間には時として大きな格差も生じる。市民社会は、こうした対立的諸関係のもつれ合いにおいて、放落な協楽と悲惨な貧困との光景をその光景とを示すとともに、このいずれにも、 共通の肉体的かつ倫理的な大敗の光景を示すとあるように、市民社会に、浮遊の過剰と貧困の過剰との矛盾がもたらされる。しかし、このように場合によっては、個人的境遇の分裂をもたらすとはいえ、市民社会も欠くことのできない共同体であるということは忘れてはならない。というのも、それは、 各個人の自発性を促して、各人の発展を刺激する共同体なのである。さらに、各々の各人が、個人的利己心を追求することによって、社会全体の浮遊を促進させる役割もある。国家ドイツ帝国成立宣言。アントン・フォン・ウェルマーが。ヘーゲルは、市民社会の自発性を尊重しつつ、個人的利害の対立が巻き起こす混乱と矛盾から。 市民社会を救出するさらに、工事の共同体を指摘する。それが最高の人倫の体系である国家である。国家は、社会において一体性を奪われて、後向かした個人が再び互いに結合した高度な、共同の原理である。人間共同体を、階級や地域を超えてより広く等しく統合し、共同体の一員として、再認識させる。 国民統合の体系として作用する。ヘーゲルは、市民社会にあって、相反していた個人が国家という一つの、統一体として、倫理的共同体のもとで一つに結びつき、経済的で、階級的な分裂は理性によって、弁償法的に使用され乗り越えられると考えた。国民統合は、第一に、民族的な由来と伝統を共有するという、歴史的形成に、 第二に議会によって公衆の世論が法律制定に反映される政治的機構に、第三に公共の福祉の実現を図る政府の活動などの政策的実践によって実現される。君主が存在し治める国家の形態、行政権を掌握し政治を遂行する政府の活動、君主と国家を成果する協会の役割。 君主と国民の間に媒介する議会の立法権が憲法において定められた立憲君主国が国民統合にふさわしい形式であった。そして国民の民選による政府、政府と法を議会多数等から編成組織する議会制民主主義、国民のために政策を定め、富の再分配や教育、公益事業を進め、国民の必要を図る。 福祉政策が市民社会の矛盾を修正し、人民を一つの国民へと束ねていく。国家は理性の権限であり、人間性の自己実現そのものであった。ヘーゲルは最高の共同は最高の自由であると語っている。普遍的な理性が人間共同体に君臨する様を捉え、国家に人間社会の理想の実現を見出していたのである。 ヘーゲルの立場と影響を彼の哲学思想は、全体として、ドイツの市民革命の前夜の動向を反映しながら、他方で現実の君主国家に妥協する面も映し出していた。ヘーゲル主義は、革命的理論として、現実世界の再編を要求する、弁償法とともに、理念や精神など、キリスト教的価値観に肯定的な立場を示す、関連論の双方を持ち、 多くの錯綜した要素があって、現状肯定的な形態となっていた。公共哲学としてのヘーゲル哲学は、共同体に、社会正義を探求しながら、最後には国家を、市民社会を正しく指導する最高の共同体として、要請する、積極国家論で幕を閉じるという構造を成していた。社会問題を放置した、夜景国家を半端であると批判した、ヘーゲル哲学は、 様々な立場の後継者を生んだ。ラッサールやマルクス、イギリスの思想家、トーマス・ヒログリーンが継承、発展させることにより、世界観として多くの思想に影響を及ぼした。1828年のヘーゲル・ベルリン大学総長、ヘーゲルは人生の大半を教師として生きた教育者であり、常に学生と交流して、彼らの成長に心を砕き続けた。 ヘーゲルの哲学は、ベルリン大学の多くの若者たちを魅了し、若者が自分自身を見つめ、社会や歴史を考察し、時代への道筋を乱すことに貢献した。ヘーゲルの哲学は、各地の大学で盛んに講じられるようになり、ドイツ中で、ヘーゲル学派が形成される。プロイセン王フリードリヒビルヘルム三世は、政治体制へのヘーゲルの貢献に対して貯認し、 1829年10月18日、彼を総長に指名した。カルスバート決議に基づき大学は政府の監督下に置かれていたが、ヘーゲルはプロイセン政府からの信任が厚く、監督官を兼任する形で総長に就任した。ただし、ヘーゲルが総長だったのはわずか1年であった。総長就任の演説では、 学問の巨人としてふさわしい重厚感で語り、自由のあり方を学生に説いた。愚かな法律や死に走り自由を吐き違えるのではなく、自分を今しめ学問に励み、自由な精神で探求するように要請している。欧州情勢とヘーゲルナポレオン追放後に再建された復興生は、フランス革命以前に時代を戻す、時代錯誤な反動政治であった。 ルイ18世は革命で廃止された封建的特権や身分制度を復活させ市民層の反発を招いた。後を継いだ弟のシャルル10世も反動政治を継承し言論の自由に制約を課し亡命貴族の保護のために革命中に破却された上官の再建を国庫負担にするなど貴族政治を復活させようとした。 シャルル十世は国内の不満をそらすために1830年7月にアルジェリア侵略を始めた。それでも国内の不満は収まらず、ついには自由主義者が大きな勢力を持った議会を解散させ、大幅な選挙権の縮小を命ずる7月直例を発した。これがフランス7月革命の端緒となる。7月革命のイメージ、民衆を導く。 自由の女神、ウジェーヌ・ドラクロは1830年ルーブル美術館、所蔵7月27日、パリの民衆は、三色旗を翻して街頭に、バリケードを築いて放棄する。パリでは、戦闘が始まるが、軍は、民衆の戦意に押されて交代し、チュイルリー宮殿、視聴者、ルーブル宮殿が次々に占領された。シャルル10世は楽観視していたが、 革命派が勝利していることを知らされ、驚愕する。7月直令の破棄と内閣総辞職を決めたが、事態を収めることができずに亡命を決意し、イギリスに逃亡した。1830年8月26日、オルレアン家のルイ・フィリップが、ラファイエット将軍に擁立されて、国王となった。自由主義者や大資本家、銀行家をはじめとするブルジョアジーの支持を背景に、 7月王政が成立。フランスは立憲国家となった。こうしたフランスの革命は各国の情勢にも影響を与えた。ヘーゲルは革命や大衆運動に対して嫌悪感を抱くようになっていた。若い頃はフランス革命に熱狂したが、円熟期のヘーゲルにとって七月革命は恐怖心を煽り、憂慮をもたらす事件であった。ヘーゲルは フランス革命、その後のナポレオンの栄光と没落によって歴史は生産されていると見ていた。したがって、歴史は繰り返されるべきものではなく、動乱の時代への逆戻りは避けなければならないものであった。むしろ、改革と改良による理性的な進歩によって、社会問題は解決されるべきであって、第二第三の革命によって秩序と安定が奪われることを深く懸念していたので、 ある。だが、時代は、ヘーゲルの考えとは、無関係に展開していて、ヘーゲルは、出来事が生じるたびに歴史を考察して受け止めて、行かねばならなかった。すでに老教に達していたヘーゲルにとって、青年のように時代の変遷の先頭に立つというのは、骨折りであるばかりか困難なことであったため、静かに眼前の世界の展開を注視する姿勢を、守り続けることに徹した。 歴史哲学講義では、歴史とは自由の意識が前進していく過程であると指摘している。ヘーゲルは、急進的な革命主義者ではなく、穏健な改革主義者となっていた。議会で退峙するグレーファクト・ウェリントン校イギリスでは19世紀に入り、本格化していく産業革命の進展によって、各地の産業構造に変化が生じ、南部の農村地帯から、 北部の工業地帯へと人口移動が起こった。その結果、大規模な社会変動、政治変動が始まる。それまで合理性があった旧来の選挙制度は、急速に時代にそぐわないものとなっていた。イギリスでは、議会制度の腐敗が進み、改革は避けがたいものとなっていた。いくつかの都市選挙区は工業化による人口移動で過疎化して2名の議員を数名の、 有権者から選出するポケット選挙区と化していた。そこでは接待や贈賄による買収で有権者の投票が左右される不正選挙の温床となっていった。急激に成長した工業都市は工業改善は農村だった地域で終選挙区という扱いであった。土地を所有していない市民に選挙権はなく土地を所有できた。 一握りの人々がわずか一名の議員を選出する状況下にあった。1830年代の危機的時代状況の中で、貴族や地主層に対する中産階級と労働者階級の闘争は激しさを増し、ここに議会改革は不可避なものとなっていく。議会は世論を正確に代表する能力を失って、国民に対する権威は失墜し、 革命直前の社会状況にあった。1830年、改革の障害であった、ジョージ音声が崩御、フランスで七月革命が勃発した。改革要求の激化が、革命に発展することへの恐怖を前に、議会改革に着手する、必要性があった。しかし、議会では、党派的な対立が改革の足かせとなった。ホイッグ派は、改革に、 積極的な立場を取った。財産と教養を持つ裕福な資本家階級の支配体制への編入を試み、1830年、グレー教を筆頭に、ホイッグ求心派は改革動議を提出するに至る。しかし、トーリー派は、内相ロバート・ピールが改革に意欲的だったものの、ウェリントン公が、現行制度は完全であるとして、いかなる改革にも、 反対、さらに他の議員も改革がさらなる改革の要求を正当化する可能性を指摘して反対したがゆえに、時の通りーー政府による改革は不可能となった。通りー,ー党は政治担当能力の欠如が批判され、第一次ウェリントン公爵内閣は内閣総辞職に追い込まれる。1831年、ヘーゲルはプロイセン政府新聞に論説を寄稿。 ホイッグによる選挙法改正案に関する評論を行った。この時の気候はヘーゲルの最後の活字文章となった。第一次選挙法改正案はブルジョアジーの政治を目指す自由主義改革であるが、プロレタリアーと農民に対する視点の欠如から不十分な改革であり、イギリスの議会制民主主義は欠陥を抱えているという提を指摘した。ヘーゲルは 選挙法を改正するだけでは、イギリスの社会問題は解決できないと見ていた。1831年、第1次、グレー内閣が成立して改革派は、改正案を提出し、庶民員通貨を果たした。さらに、国王ウィリアム4世を味方につけ貴族員に対して、新貴族総家を盾に、法案通貨を強行し、ヘーゲルが亡くなって間もなくの1832年、 第一次選挙法改正が実現する。この時の改革では、都市選挙区に居住する10ポンド以上の家屋、店舗を占有する古種、州選挙区に居住する10ポンド以上の長期、自由土地保有者、50ポンド以上の短期、自由土地保有者に選挙権が与えられ、議席再配分によって、腐敗選挙区の廃止と、工業都市への選挙区の割り振りが実施された。 だが、労働者には選挙権は与えられず、議会改革問題は未解決のままに残され、チャーティスト運動へと引き継がれる。ヘーゲルは、イギリス議会政治の弱点を見出し、工業化過程の中で、さらなる障害に衝突すると洞察していたと考えられる。こうした情勢は、ヘーゲル死後、社会主義運動の発展とともに、現実の問題として浮上する。 現実的なものは理性的であり、理性的なものは現実的である。ヘーゲルは世界史を俯瞰し、理性が現実社会で矛盾と、その克服の中で権限し、社会を作り変えていくのだと悟っていた。このような感想は、ヘーゲルのご反省を明るいものにし、活気ある学生との交流や、人々との対話、世界情勢への洞察に刺激を受け、ヘーゲルは、 晩年期を幸福に過ごした。しかし、彼の幸福はあっけなく、幕を下ろす。ヘーゲル歴史哲学、ヘーゲルの死と、葬儀ベルリンにあるヘーゲルの墓1831年末、インドの伝染病コレラがドイツに蔓延した。ベルリンでも流行し、ヘーゲルはコレラを恐れて、一旦避難したものの、秋の新学期にあたって収束する前に戻ったことから、感染してしまう。 11月10日には、いつも通りに、法哲学と哲学史の講義を行っていたが、13日、日曜日の午前中に、胃の不快感と激しい嘔吐で倒れる。一晩中苦しみ通し、夜が明けた14日午前中に一時回復を見せたが、妖態が急変、日没ごろ息を引き取ってしまう。ヘーゲル61歳、突如生涯を閉じた。11月16日、 ヘーゲルの葬儀が営まれる。マルハイネッケが総長として、弔辞を読み上げた。我々は、死が彼に何事もなすことを許さない。死は、ただ彼から彼そのものではないものを奪い取ったに過ぎない。彼の精神は、彼の著作、彼の無数の崇拝者、門弟のうちにあって生きている。それは永久に死ぬことなく生きていることであろう。ヘーゲルの遺体は、 ヘーゲルの生前の希望により、ベルリンのドローデン墓地に先に行ったドイツ関連論の哲学者、フィヒテ夫婦の墓の隣に葬られている。ヘーゲルの死は、時代の活期点にちょうど位置している。これ以降、ドイツは、産業革命が本格化し、ブルジョアジーの成長とともに自由主義勢力が勢力を強化し、旧勢力と衝突を繰り返しながら、1833年には、 ドイツ関税同盟が発足、ドイツ統一に向けて着実に歩んでいく。1848年には3月革命が起こり、ドイツ統一が強く待望されたが、プロイセンやオーストリア帝国によって弾圧されて、未完に終わった。この革命は、社会主義運動の起点にもなった。1870年、プロイセンが名手となる北ドイツ連邦とフランス間で、 再び戦争が起こり、ナポレオン三世はセダンの戦いで敗北、プロイセンが勝利を果たした。この勝利により、プロイセンはドイツ帝国の樹立を宣言、ドイツは統一を果たした。ヘーゲル。その巨人と哲学は近代精神史の総決算であった。以下の4作品はヘーゲルの生前に出版された。 没後間の著書基本的に、ヘーゲルの講義を聞いた教え子たちのノートに基づいて、没後出版された。ヘーゲル哲学は、優れた論理性から、現代の哲学研究も含め、後世にも多大な影響を与えた。関連論哲学及び弁償法的論理学における、業績のほか、近代国家の理論的基礎づけなど政治哲学における、業績も有名である。 認識論、自然哲学、歴史哲学、美学、宗教哲学、哲学史研究に至るまで、哲学のあらゆる分野を網羅的に論じた。ヘーゲルはドイツ関連論哲学の完成者であり、大陸哲学における近代哲学と現代哲学の分水例として位置づけられることも多い。ヘーゲル死後、一時期ドイツの大学の哲学教授のポストは、 ヘーゲルの弟子で占められた。1830年代から1840年代には、ヘーゲル学派の中でも、ヘーゲル・サ派が交流したが、ヘーゲル・サ派の思想は、マルクスらによって批判的に受け継がれ、次第に、勢いが衰えていった。特に大陸哲学の伝統に強い影響力を持ち、器用方変、肯定的評価及び否定的評価を含め、様々な哲学者、思想家、 文筆家の論述を通じて、彼の影響は広がっていった。ヘーゲル学派及びその第二世代、ヘーゲル主義者の一覧や、新ヘーゲル主義などのページも参照されたい。ヘーゲル哲学の影響を受けて批判的に継承、発展させた人物としては、セイレン・キルケゴール、カール・マルクスなどがいる。ポパーやハイエクといった論客から、マルクス主義と、 その実践において根深い全体主義的傾向はヘーゲルに由来しているという主張もあるが現代の研究者の中でヘーゲル評価は変化している。また、マルクスはヘーゲルによって弁償法が神秘化され不確かな観念論がドイツ哲学を大きく歪ませたと批判した。ただし、マルクス主義的な視点からのヘーゲルの哲学解釈には極解があるとの見解もある。 ヘーゲル研究者の三田関介も、ヘーゲルを、神秘的関連論者だと位置づけている。ヘーゲルは、当時の多くの学者と同様、あらゆる学問分野を、百科全書的に網羅した、体系を作ろうとした。その範囲は、自然科学、人文科学、社会科学のすべてを含むほか、教育者としてのヘーゲル、正論家としてのヘーゲルなどの側面も持つ、包括的なものである。 ヘーゲルが構想した方法論的哲学体系の射程は現代をもその圏内に捉えているとも呼ばれている。他方、ヘーゲルに倫理学なしの批判は以前よりつきまとっている。これは、ヘーゲルが個人倫理学よりも社会科学的問題解決を重視したと見られているからであり、倫理的に生きるには倫理的な法を持つ。 国の国民になればよいというヘーゲルの言葉にその思想がよく現れている。ヘーゲルの文体は難解なものとして知られ、一文字ずつ舐めるように読んでいき、読書を通じてヘーゲルの思考過程を追体験することが必要とされている。言葉の定義が曖昧だという不満も多いが、そもそもヘーゲルの弁償法においては概念の自己運動に合わせて、 言葉が動いていくものであるから、言葉の定義を問うこと自体が無理な構造となっている。他方で、哲学的体系性や整合性を離れた場所で、書かれる各所の序文や、教育、正論の分野では、勢いに満ちた名文も多いと評される。ヘーゲル独自の弁証法論理学は、従来の形式論理学とは大いに異なるものである。それはヘーゲルが、 一般的な形式論理学を乗り越えて、まに正しくかつ現実的な論理学を把握しているという確固たる自負を持っていたからである。そのため、現代の数学的論理学とは、必ずしも神話性が高いわけではないが、逆に、その仏教論理学や量子力学への禁じ性を唱える者も,もいる。自然哲学の分野でも、ヘーゲルの強敵読解を進めているケースがある。 ヘーゲル論理学の重要な理念は、構造の豊かさこそが真理であるという構築主義的な発想である。その本質的な表現の一つとして、例えば、質と量の中間構内視、使用理念として、限度、度量、度合いの概念が打ち出されていることに端的に現れているように、多くの場合、単純な二分法的思考内容はより俯瞰的。 包括的な次元へと高められて、より新たな段階である、総合的な概念が提示される。社会科学的にはヘーゲルは、右派からも、左派からも、批判の対象となってきた。ヘーゲル哲学からは、カール・マルクスのような左派も、フランシス・福山のような右派も生まれた。このような文化は、ヘーゲルの死後、激しくなった。キルケゴールやニーチェなどの実存主義哲学では、 ヘーゲルは、悪しき理性主義の象徴のように批判されてきたが、宗教についての卓越した認識や講義における理念を内包しているヘーゲルの理性概念は、百科全書派のような啓蒙思想でいう、理性や後の19世紀末以降の記号論理学的な意味での理性とは明らかに一線を画している概念であり、まさしく理解された上での批判だったとは言えない面がある。 哲学者ではなく小説家としてのヘーゲルを説く者もいる。精神現象学は学問としての哲学というより、個人の魂がどのように成長していくかを説いた書であるとして、ゲーテ等に見られる、教養小説として読む方が正しいという意見である。この意味でヘーゲルは、経験の哲学者と言われる。なお、早熟のシェリングと比べ、遅れてきた、 努力家という位置づけをされることがあり、ヘーゲルには若い頃と成熟期で思想に変化が見られる。そのため時期的な変遷を考慮せず、兄にヘーゲル一般を語ることは、現在の研究水準では望ましいことではない。バートランド・ラッセルは西洋哲学史の中で、ヘーゲルのことを最も理解が困難な哲学者であると書いている。彼によれば、ヘーゲルは、 当時の現在誤っているとされている論理学に基づき壮大な論理体系を作り上げたのであって、そのことがかえって多くの人に多大な興味を持たせる結果になったのである。ありがとうございます。